阿蘇医療センターだより第13回は新年度についてをテーマにお伝えします。お話を伺うのは甲斐院長先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、新年度は新しく2名の先生を迎えられたそうですが、はい、詳しく教えていただけますか。はい、4月から、お二人の、ドクターを迎えることができました。お一人目が、国友幸太郎先生です。もう一人が、小賀祐樹先生です。国友幸太郎先生は、総合内科、はい、内科の一般的な診療をしていただくということで、来ていただきました。それから小賀祐樹先生は消化器外科が専門ですので、手術をしたり、内視鏡の検査をしたり、そういったのを担っていただこうと思うんですが、実は共通しているのがお二人とも卒業9年目の先生でして、はい、そういう意味では同学年というか、いわゆる医師の油が乗り切った状態の先生がお二人来ていただくことになりました。なるほど。ではその国友先生と古賀先生お二人にもインタビューを、していますのでご覧ください。では国友先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず国友先生の、経歴プロフィールを教えていただいていいですか。はい、私は熊本の玉名市の天水町に生まれまして、地元の中学校まではそこに行って、はい、で高校は市内に行きまして、で大学の方が自治医大という栃木県にあるですね、大学に行きました。でそこの大学が、都道府県47都道府県が出資して出来上がってる大学で、地域の谷間に火を灯すという大学の使命がある医学部です。で、卒業後自分の地元、私の場合は熊本になりますけど、そちらに帰って、医師不足のある地域ですね、を回っていくというような大学に入りまして、でその後卒業後は、日赤で2年間研修をした後に、まずはその小国公立病院に行って、はい、その後天草の上天草だったり川浦、あとは離島もあるんですけど湯島診療所というところに行って、昨年が国立病院、熊本城のところで研修して、で今4月ここに至るというところになってます。で、主にも地域医療をやってましたので、総合内科という括りで、そこの地域のニーズに合わせて必要なことをやっていくという形で、診療をしてます。阿蘇の病院ことこ阿蘇医療センターに赴任されて、2週間目ですね、はい、ですがいかがですか。患者さんの様子とか赴任された感想は。そうですね、今までの経歴通り海の方が多かったんですけど、山の人たちというのは久しぶりなんですが、とてもフレンドリーと言いますかね、喋りやすいですし、方言も幸い小国にいたこともあって結構聞きやすくって、あまりこうストレスは少ないという環境で毎日外来をしてます。あと職員の方もとても話しやすい方々が多くて、私のまだ慣れないのでですね、ちょっとこういう水も指摘してくれたりとかもありますし、とても働きやすい環境だなと思ってます。で、9年目にはなるので、今まで培ってきたものをですね、ここの地域の人たちになるべく還元できるようにできることは精一杯やっていきたいと思いますし、逆にこう阿蘇の方々から学ぶことも非常に多いですし、職員の方からも学ぶことも多いので、できることは精一杯やって、学ぶこともいっぱい学んで、そういう診療をしていきたいと思います。はい、はい、あと、プライベートでは久しぶりの阿蘇ですので、満喫したいですね。古賀祐樹先生にお話を伺います。よろしくお願いします。ではまず古賀先生の経歴から教えてください。私は現在医師としては9年目でして、
医者になってからまず2年間は熊本医療センターの方で研修をさせていただきました。その後、熊本大学の消化器外科の方に1年間研修させていただいて、宮崎県の、県立の病科病院と熊本市民病院山鹿市民医療センターを1年ずつ経て、昨年まで2年間は、熊本大学の大学院の方で研究を主にしていました。で今年から阿蘇医療センターの方で勤務することとなりました。阿蘇市とは、はい、ゆかりがあると伺ったんですが、私の祖父の方から子飼いという開業をしておりまして、まあ、阿蘇に実際住んだことはないんですけれども、まあ、祖父父と私は引き続いて、まあ、阿蘇に、まあ、ルーツというか自分のルーツは一緒に阿蘇にゆかりのあるものです、うん、はい。阿蘇の印象はいかがですか？もともと年に何回かは帰っていたんですけども、実際住んでみると寒さが厳しかったりとか、いろいろ、その人の柄とかですね、人柄とかに触れて、非常に改めていい土地だなと思いました。改めて古賀先生の専門のですね、診療についても教えていただけますか？私は一応消化器外科を専門にしておりまして、消化器疾患やまた外科ですね、手術が必要な疾患などを専門にしています。で、火曜日と木曜日に外来をしておりまして、そちらで診察やあとは抗がん剤治療化学療法などをしています。で、2週間に一度は金曜日に、麻酔科の先生に来ていただいて、うちの病院でできる手術をしています。その他、外傷だとかあとはカメラ内視鏡の検査なども、その合間の曜日などでしています。あとは私は今年からではあるんですけど、検診の方を見てみたりとかあとは褥瘡なども一緒にこちらの方で専門でやらせていただいています、はい。これからの抱負を聞かせていただけますか？はい、さっきも言いましたが、私非常に自分のルーツが阿蘇で非常にゆかりのある土地なので、そういうところの医療にですね、特に外科も不足している状態なので、そういうところに貢献できるのは非常に有意義だなと思っておりまして、まだ9年目で若いんですが、できることを精一杯しながら阿蘇に貢献できればなと思っています。今回は国友先生と古賀先生お二人をご紹介いたしました、診療については今年2月には番組で紹介したように新しく歯科口腔外科が開設されましたし、あと4月からは耳鼻咽喉科も新しく開設されたそうですね、新しい4月からの体制についてお話をさせていただこうと思いますが、まず今お話があったように歯科口腔外科はすでに2月から、火曜日と金曜日に歯科口腔外科の専門の先生が高村先生といいますが、外来を立ち上げていただきました。でさらに金曜日には手術もできるような体制も作っていますので、これからは歯科の先生たちからの依頼だけではなくて医科の先生たちからのご依頼も増えるんじゃないかなと思います、以前にもお話をしましたように医科歯科連携、それから歯科の先生同士の病連携、病診連携というのが強化されていくんじゃないかなと思っています。さらに4月からは毎週木曜日の午前中に、熊本大学から耳鼻咽喉科の専門の先生たちが来ていただけるようになりましたので、今まで阿蘇地域に耳鼻咽喉科の先生がいませんでしたので、専門外来が毎週木曜日の午前中にできるようになると思います、歯科口腔外科と耳鼻咽喉科がタイアップをすることで、口腔内とか咽頭とか喉頭とか口の周りの疾患に幅広く対応できるんじゃないかなと考えています、それともう一つお知らせがあるんですが、今年の4月から熊本大学の中に地域医療連携ネットワークという新しい寄付講座が開設をされました、そこから熊本大学の専門医がいろんな形で、例えば消化器内科とか代謝内科とか、循環器内科の専門医の先生たちがまた特殊外来を、当院で展開していただけるようになりますので、それに関しては広報とかでまた今後もお知らせしていこうと思っています。さまざまな新しい体制も整ってより私たち市民にとっては頼りになる阿蘇医療センターに、なっていると思います、阿蘇医療センターだより、今回は新年度についてをテーマにいろいろとお話を伺いました。院長先生ありがとうございました。ありがとうございました。